偉大なる、ロシア等のエンブレム偉大なるロシアとは、ロシアの政党。2007年5月5日決闘。創設者は、ドミトリー・ロゴージン。現党主は、アンドレイ・サワエリエフ。党員数約6万人。愛国主義、民族主義、ポピュリズムを当然としている。そういった意味では、ロシア自由民主党と似ていると言える。モットーは、我々は、偉大なるロシアを必要としている。である。 当のロゴマークにはアムールトラが描かれている。ロゴ王人はアムールトラは青い熊と競争することになると私は信じていると述べている。ここで言う青い熊とは政権与党統一ロシアのことである。2007年の下院選挙には参加資格を得ることができなかった。不法移民排斥などを主張する右翼団体、不法移民反対運動とつながりがあり、 公式サイト上にもリンクバナーが貼ってある。2008年ロシア大統領選挙においては、隣国ベラルーシの大統領であるアレクサンドル、ルカシェンコをロシア連邦大統領にすべく運動を展開した。ありがとうございます。